ベン・スタインは、アメリカ合衆国ワシントン DC 生まれの俳優、声優、弁護士、批評家、エコノミスト、評論家、作家である。多彩な才能を生かし、多くの肩書きを持つスタインは1944年に、アメリカワシントン DC に生まれる。父親であるハーブ・スタインはかつて、リチャード・ニクソン大統領の側近として、ホワイトハウスで働いていた。 1961年にメリーランド州にあるモンゴメリーブレア高校を卒業。同級生にはジャーナリストのカール・バーンスタインがおり、2年下には女優のゴールディ・ホーンがいた。高校卒業後はコロンビア大学へ進学して経済学を専攻。抜群の成績で卒業した後にエール大学へ入学し法学を専攻する。大学を卒業後は コネチカット州とワシントン DC での国選弁護士を経て、連邦取引委員会の法廷弁護士へ就任。また非常勤講師として、アメリカン大学やカリフォルニアの大学で教弁をとり、ペパーダイン大学法学部では教授も務めた。作家としても、頻繁に著書を出版しているほか、ウォールストリートジャーナルや、ニューヨークタイムズ、ペントハウス市などの大御所観光物に、 コラムも寄せている。その後スタインは、父同様に政界へも進出し、リチャード・ニクソン大統領と、ジェラルド・アール・フォード大統領のスピーチライター、弁護士としても働いた。申し分ないキャリアを築いた、スタインだったが、ハリウッドのコンサルタントとして働いたことをきっかけに、俳優業へ転身。1986年に制作された、マシュー・ブロデリック主演の、 フェリスはある朝突然にデステインは主人公の通う高校のネクラな整形教師を演じる。俳優としてのキャリアのスタートだった。その後もその悪が強い個性を生かして数多くの映画、テレビドラマに出演。それが幸いして本国アメリカでは俳優としての顔が有名になっている。単調で無表情なキャラクターに扮することが多く独特な声を生かして 声優としても活躍。1997年からは、ケーブルチャンネルのコメディセントラルにて、ウィンベンスタイン、エスマネーというタイトルのレギュラー番組を持ち、クイズ番組の司会者も務めた。ちなみに、この番組は、エミー賞にノミネートされ、アウトスタンディング、ゲーム賞ホストという名目で、スタイン受信、賞を獲得した。2008年に制作されたドキュメンタリー映画、 インテリジェントデザインでは脚本及びホストを担当。進化論を批判した内容になっており、全米公開時には、工業成績がトップ10入りする成績を残した。現在、ご意見版として、多くの雑誌記事やテレビ番組にその名前が登場しており、時として、時事ネタに対して辛口なコメントを載せている。ありがとうございます。